こんにちは、直樹です。今ですね、サンディエゴのリトルイタリーにおります。リトルイタリーですね、ロサンゼルスのリトル東京みたいな規模なんですけども、とても小さな場所なんですが、リトルイタリーに入る場合ですね、このですね、くるみ割り人形が目印になりますね。インディアとセデラっていうんですかね、ちょっと読めないんですけど、そこの通りにあります。そのままですね、ちょっと動画を撮りながら進んでみようと思います。リトルイタリーのですね、通りになりますね。で、皆さん今朝なので朝食をとってますね。で、今白聞きみたいな感じでですね、やはり話をしているのはイタリア語のようですね。今ですね、我々がいるのはですね、これですね、ここの位置ですね、リトルイタリーですね。で、サンディエゴの町の、前景っていうか地図がこれなんですけども、昨日行きましたコンベンションセンター、ここですね、コミコンとか行われるコンベンションセンターがここになりますので、地図で見るとですね、かなり大きい町に見えるかもしれませんけども、ここからですね、ここまでですね、歩ける距離ではあるんですよね。ですね、結構回りやすい街だと思います。リトルイタリーもですね、そんな大きくはないのでですね、リトル東京も動画にしましたけども、リトルイタリー、サンディエゴのリトルイタリーもそんな大きくないですね。リトル東京並みって考えた方がいいかもしれないですよね。歩いても数分で終わってしまう感じがします。それでは今日の動画はこれで終わりにいたします。何かですね、リクエスト等ありましたら、またコメント書いていただければありがたいです。それではおやすみなさい。